こんにちは、ギャタリストカナダの水田です。今日は9月30日で、今日の動画はですね、いつもとはちょっと違って、ちょっとまあエージェント水谷がつらつらと話をする最近のカウンセリングの振り返りだったりとか、昨日一昨日、東京で開催した個別留学相談会の中で皆さんからいただいたあのお話の中からのまあ感想だったりとか、皆さんとなんかね、シェアできたらななんていうことをつらつらとお話ししたいななんていうふうに思います。昨日一昨日と東京で開催した個別相談会なんですけども、2日間合わせて11組の、ご家族に参加していただきました。まあ、ほとんどの方が、来年2025年度の、高校留学を検討されている2026年の方もねいらっしゃって、すごい早くね準備されている方もいらっしゃるし、一組の方は、もうすでにね高校留学をねカナダにされている方のお母さんがね、大学進学のためにということで相談していただきました。まあね、皆さんやっぱり真剣で、まあ留学エージェント、高校留学を扱うエージェントとして、やっぱりまあ一番スキルアップにつながるのはお父さんお母さんたちとお話をすることだなって毎回思います。やっぱりね、まあ僕も3人の子供がいる親父ですけども、やっぱ皆さんやっぱりお子さんの進路かかってるし、すごい真剣なね方たちばかりです。なので、まあ、鋭い質問も来ますし、やっぱりどんなことに不安を抱えてらっしゃるのかなっていうのもね、やっぱりお話ししてると分かってくるので、やっぱりそういったところにですね寄り添っていい情報をねお届けできるような、そしてね、お子さんたちのね成長につながるようなプランを作ったりとかね、アドバイスだったりとかできるといいなぁなんて毎回思います。で、今回ですね2つちょっとポイントでなんかちょっと皆さんとシェアしたいなぁなんて思ってるのが、1つはまあ、事前にお問い合わせをいただいて、それからちょっと、昨日お会いしさせていただいた方なんですけども、まあ、お問い合わせの内容としては、まあ、お子さんが、まあ、ディスレクシアって英語で言うんですけども、まあ、識字障害っていう、そんな、日本では、まあ、あまり知られてないかもしれないですけども、北米とかでは、すごく一般的な、まあ、学習障害の一つになるのかと思うんですけども、識字障害っていう、その、まあ、書かれてる、文章として書かれているものから、情報を得て、それをプロセスする、能力が、ちょっと、まあ、難しいと。すごく難しく感じてしまうんですね。だから文章を読んでそれを理解することが難しい。でも、だからといって生活に支障があるだったりとか、何か、なんだろう。他の子とコミュニケーションが取れないとかではなくて、ね、ご相談いただいた方もすごく学校ではね、人気者でリーダーシップを取ったりとか、ね、おそらく周りの方じゃ、そんな状態だ、そういう、障害を持っていることっていうのは気づいてないっていうぐらい、はたから見てわからない。そうで、まあそういったもので、やっぱりどうしても国語だったり、英語だったりとかっていうのは、その目から、文章から情報を得たものから、やっぱり答えたりだったりとか、その回答を導き出したりしなきゃいけないので、やっぱりどうしても成績の方が下がってきちゃうんですよ。で、お話を聞いていろいろ教えてもらって、僕の方が勉強になったんですけど、やっぱり30人に1人ぐらいそういった、確率でそういう方たちがいらっしゃるそうなんですよ。で、そうするとかなりの量の、かなりの数の方たちがそういった、ことで、まあ、勉強しづらいだったりとか、そういう生きづらさみたいなものがあるのかなっていうふうに思うんですよ。で、この日本っていう国が、まあ、ディスレクシア、まあ、識字障害、英語でディスレクシアって言うんですけど、ディスレクシアを抱えている方たちのサポートが本当に遅れてるっていう、その東京でさえ、もう何年か前まで、本当にそのディスレクシアって診断ができる方、専門家さえいないっていう、本当に何件かしかなくてって、皆さんがそこにもう、本当、電話をしてって、なかなか繋がらないっていうぐらいの状況だったそうで、やっぱりそれぞれの学校の現場レベルで、そういう子たちのサポートなんてほぼ皆無みたいな感じになってるみたいなんですね。でもまあ、このまま苦手だね、だねって言って、こう、年が上がっていって、やっぱり、ね、普通の会社で働くのもね、難しいんじゃないかっていうのはすごい、ね、やっぱり書類は出されて、それ理解してっていうふうに、ができないとなかなか難しいから。でも、やっぱり、海外とかではすごく、その一般的なものらしくて、有名なところだと、アインシュタインとか、
トム・クルーズだってそのディスレクシアだったっていうふうに言われてて、すごい有名で、その学校ではすごいそういった方たちへのサポートってちゃんとあって、すごい研究されてて、そういう子たちが学ぶためにはどうすればいいのかっていうふうなことがしっかり体系的にこう学問だったりとか、そういうフィールドとしても用意されてて、なのでやっぱりお問い合わせいただいた内容としては、ちょっと日本の教育ではそこなかなかそのね、お子さんの将来に向けていい準備にならないっていうところで、海外に今道を探しているっていうところで問い合わせをいただいて、で僕もはいい機会だなと思って、ちょっといろんな教育委員会に問い合わせをしてて、でその子が行けるところがいいところが見つかるといいなっていうのをしてますんで、まあね、お話を聞けば聞くほど、やっぱりその日本はだいぶ遅れてて、そのサポートする仕組みがないっていうのになると、まあ、いや本当に日本の教育っていうのは受験勉強がうまくできる子たちのための教育というか、そこにはまらない子たち、その教育のその勉強のスタイルがうまくできない子、そこに合ってない子たちへの可能性だったりとか、その子に向いてない子たちの選択肢だったりっていうのがすごく狭まっちゃうんだなっていうのを考えると、って思いながら、名古屋に帰ってから、奥さんと話して、ブツブツ言ってて、僕の、奥さんも、もともと保育、幼稚園の教師をやってたので、いろいろそういうことも興味があって、いろいろ読んだりとかしてるので、で、実はそうだよ、とかっていうふうに聞いてて、で、ね、なかなかやっぱ大きなね、自治体であればあるほど、なかなかやっぱ決断できずに、なかなかそういうのをね、上手な仕組み作るのも難しいみたいね、みたいなこと言ってて、逆にちょっと小さい町のところの方がいい、そういうのあったりするみたいよ、なんてことを言ってましたけど。でもなかなかやっぱり、体系づけて、そういう子たちのサポートをしていくっていう仕組みっていうのは、まだまだ日本は遅れてるんだなっていうのは、ちょっと、まあ残念だなと思ったのと、と言っても、その子たちの成長っていうのが止まるわけではないから、待ったなしで、お母さんたちとかお父さんたちとか、その子たちのそのために、いい道を探してるっていうところで、まあその選択肢の一つとしてカナダで学ぶっていうのが、なんか、一つの道として提供できるような、ものとしてできたらいいなと思って、今うちのスタッフと、いろいろリサーチを進めているところです。仲良くさせてもらっている教育委員会のスタッフさんにもちょっと問い合わせさせてもらって、いくつかね、話した人の、教育委員会の代表の方は、全然そうな、自主的地は本当一般的なものだから、サポートはちゃんとあるよ。でも、カナダの子たちは政府がそこのエクストラの分をお金払ってくれるからサポートできるんだけど、留学生の子はひょっとしたらそこが出ない可能性があると。で、ひょっとしたら、その分は負担してもらわなきゃいけないかもしれないけども、そういったサポートはあるよと。で、それが実際に留学生向けにも、提供できるかどうか調べるねとか言ってくれてるので、その情報が集まってきたらちょっと対応して、こういうと、この学校だったら、そういったディスレクシアの方たち用のサポート、時間をかけての説明だったりとか、テストの中でそのスペル違いだったりとか、ね、パンクチュエーションっていうね、カンマ抜けてたりだったりとかっていうのが点数として引かれないようだったりとか、あとは、口頭での説明を増やしてくれるようだったりとか、そういった、やり方をちゃんと、してくれるところがあるので、そういったサポートを受けれるようになんか道がね、そういった日本でね、日本にそういうサポートがないから、困ってらっしゃる方とカナダの教育を、まあ、つなげられるような、仕組みができたらな、なんて思います。またね、情報が集まったら、順番にまたこんな動画でもご紹介していきたいな、なんていうふうに思います。もう一つはですね、まあ、オンタリオ州の高校に通っていらっしゃる方のお母さんが、その子の成績表を持ってきてくれて、で、うちを通して、高校留学をお手伝いしたわけではなくて、まあ、どこか、違うエージェントさんを利用されたのか、お母さんがご自身で手続きをされたのかわからないですけど、もうすでに高校に行っていらっしゃる方で、カナダの、大学進学を検討されてるっていうところで、行きたい大学に行くための、
科目が全部取れてるのかっていうようなお話をいただいて、成績書を見させていただいて、いくつか、チェックさせていただくと。では、学校の先生にも相談してるってことなので、卒業するための科目は全部カバーしてあったんですけども、行きたい大学に入るために必要な科目っていうのは選択されてなかったので、ここは、すぐに、娘さんはもう今、カナダで、留学されてるので、ちょっと連絡を取っていただいて、学校の先生と相談して、私が行きたい大学はここですと。で、ここの大学のこのプログラムは、この科目を11年生、12年生で取ってないといけないので、ちょっと今からでもコース変更できますかっていうふうに相談してくださいっていうふうにお伝えして、いました。で、ここ、卒業留学の方っていうのは本当に気をつけてほしいのは、卒業するための、選択科目、の取り方と、行きたい大学に行くための科目の選択がまた違う話なので、日本に帰ってくる分にはいいかなと思います。よっぽど日本の大学の方がこの科目を取ってないとうちの大学は入れないよっていうのがない限りは、卒業さえしてればいいっていうところが多いそうなので、ただそこもね、確認は大事です。で、カナダの大学に行きたい、カナダのカレッジに行きたいっていう方は、必ず卒業の、のための、取得科目と、その上に自分が行きたい大学に行くために必要な、に取らなきゃいけない科目があるので、そこは早く、チェックして、10年生、12年生の時にその科目はちゃんと入ってるかっていうのは、必ず確認しておいてください。はい。ちなみにね、キャタリストカナダは、カナダのカレッジ、大学の、カウンセリングも入学手続きもお手伝いしてますので、興味のある方はぜひご相談ください。はい。そうですね、こんな感じで、時々、おしゃべり動画みたいなものも入れて、情報発信していただけたらな、なんて思います。他にはですね、カナダでフィギュアスケートがしたいっていうね、方からのお問い合わせもいただいてて、今、リサーチしているところです。フィギュアスケートはさすがに、学校のスポーツじゃないので、学校でやることは難しいですけども、学校の外で、ね、フィギュアスケートできるところもあるし、あとね、バレエやりたいっていう方もよく、お話聞きます。バレエだとね、ウィニペグとかね、バレエが結構盛んなとこだったりとかあるので、学校が終わった後に通ったりすることになるんですけども、カナダ、高校留学に関しては、できるだけやりたいことができるような、そういった環境があるようなリサーチとかって僕はすごい大事だなと思います。どうしてかっていうと、ほんと臭い言い方ですけど、高校生活ですからね、青春ですから、勉強だけしてりゃいいってわけじゃないだろうっていうのが僕の考え方で、何かに夢中になるのやっぱ大事だろうと。好きなことを追っかけて、好きなことを追っかけるのも大事なスキルだなと思うし、何か見つけて、なんか、これやりたいとか思って、それ通じて仲間ができて友達ができてって、で、頑張って成果出てとか、なんかそういうのってやっぱ絶対に無駄にならないなと思うので、できるだけ、留学で、の中の間にスポーツだったり音楽だったりとかね、ぜひね、興味持ってやってほしいなと思いますんで、それも含めてね、リサーチだったりとか留学プラン立てれると面白いプランができるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。それではですね、また、明日から10月か。10月は、10月5日の日に大阪で、相談会、個別相談会やります。今のところですね、3組ぐらいの方からご予約いただいてて、あと2、3組は、まだできますので、関西地方のですね、留学相談ご希望の方、ぜひ、ご予約いただければなと思います。10月5日です。そして東京は、10月19と20にまた行います。2日間ありますので、カナダ留学、検討されている方、高校留学、ワーキングホリデーやね、語学留学、大学留学でも全然お話聞きますので、一回水谷とお話ししてみたいなという方は、お気軽に、ご予約いただければなと思います。それではね、また、次の動画で、たくさん、カナダ留学に関する情報をお届けしたいなと思います。時々こんなおしゃべり動画みたいなものも入れていきたいななんていうふうに思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。キャタリストカナダの水谷でした。